MAK のまこです。よろしくお願いします。今回はね、笑い研究じゃなくてポケモンのね戦略考えてみました。今回はこちらニンフィアの戦略を考えてました。ニンフィアの、まあ、使ってた、ソードシールドではない新作が発売されるということでね、まあ今実家に置いてあるんですけど、オメガルビーアルファサファイアで使っていたポケモンのやつを見ていきましょう。なのでマジカルフレーム本来だったらソードシールドから覚えれるようになったんですけどね。なので、まあ、一応言っときますね。特性がフェアリースキン、夢特性ですね。で、持ち物、食べ物、おこし。で、性格が控えめとなっております。で、技構成がものはこういうふうに。ね、フェアリースキンを生かす。物理技ですが、これ唯一。先制技なので覚えさせてます。で、音技なので、身代わり貫通。で、威力も。当時、ぶっ壊れてる。若干今、下方修正はされましたが、当時のフル、出てきます。で、まあ、サブでシャドウとサイコショックを覚えさせてますね。まあ、こんな感じで、私の使っていたポケモンをどんどん紹介していきたいと思います。じゃあ、次回もまた見てくださいね。本当は、今、実家にあるんでね、実家の島にあるんで、そこを持ってこないと、あれなんでね。実況プレイやっててもいいんですけどね。まあそんなとこですかね。まあまた見てくださいね。じゃあね。